ナマンダバツ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 
して弥陀に助けられ参らすべしと、良き人の仰せをかぶりて信ずるほかに別の司祭なきなり。念仏はまことに浄土に生まれる種にてやはんべらん、また地獄に落つべき業にてやはんべるらん。総じてもって存知せざるなり。たとい法然上人に透かされ参らせて、念仏して地獄に落ちたりとも、さらに後悔すべからず候と、ナマンダブツナマンダブツ。架橋実演和上の、ご指南によりまして、歎異抄を学ぶということを、続けております。今回は第2条のですね、今ほど拝読をいたしました第2条の親鸞におきては、ただ念仏してから念仏して地獄に落ちたりともさらに後悔すべからず候のここの部分について、特に、法然上人との出会い、親鸞上人と法然上人が、どんなふうにして出会っていかれたのかということを、その前提となるところから、その親鸞上人が出家得度され比叡山でどのような比叡山においでになった時にどのようにして、法然上人をお知りになって、で、そして、こう比叡山での修行に限界を感じ、でこれからどんなふうにして、こう道を定めていったらいいのか、法然上人のところに行ったらいいのかどうかというようなことをお考えになり、で、いきなり法然上人のところに行かれるのではなくて、昨日読んだところの最後のところを読ませてもらうと、こうして29歳を迎えた時、ついに意を決して聖徳太子に自分の歩むべき道を指示していただこうと決心し、六角堂に100日の参籠を行うことになったわけですってね、昨日ここまで読ませてもらいました。何回かも言うてますけども、9歳で慈円さんのところに行って、出家しはってんやろうというようなことは必ず言えることではないと思いますね。かなり、どうかなみたいに言われてるような、言われるようになってまいりました。そこで一般論から言いますと、大体17歳ぐらいで受戒されて正式な国家公務員としてのお坊さんならはるので、それはちょっとずれることはあるでしょうけども、1年2年ずれることはあるでしょうけども、少なくとも9歳の人がですね、これ国家公務員にはなれませんから、で、そしたら早くても15、6歳、17歳ぐらい、17歳ぐらいかなと見たときに、したら12年間比叡山の山から降りられない、山から降りられないいうことやったら、29歳やったら29-17やったらちょうど12年になりますから、そしたら29歳のそういうお年やったのかなっていうような、そういう推測が成り立ってまいります。あくまでも、推論みたいなもんですから、あんまり話半分に聞いておいてください。で、そして、もう元日からですね、架橋先生は元日から1月の1日から、六角堂におこもりになったっていうふうにお考えです、ね。これは私が若い時に、聞いたことと、それからこうだいぶ後になって、これ今読んだのは講演集なんですけども、架橋先生の講演集が本になったものなんですが、ずっとずっと元日から始めはったんやろうと、六角堂に行かれたんだろうということをおっしゃっていますんで、だもう即座に29歳になった時に即座に行かはったわけですから、即座に行かはったことは、やっぱり29歳 の1月1日の何がしかの意味があったんやったら、やっぱ一つ考えられるのは、やっぱり17引く、じゃなかったら29-12、必ずおらんなあかん12年 で最短コースで六角堂に行かはったのではないかというふうに考える、私は考えますね。さて、
で、なんで六角堂に行かれたんでしょうねということですが、これは聖徳太子に自分の歩むべき道を指示していただく。なんで なんでどうして聖徳太子が出てくるの？とっくの昔に亡くなってるでしょ。一般に574年から622年と言われていますから、もうはるか彼方昔ですね。そんな方に、なんで頼りになるのと。それからどうして六角堂じゃなきゃいけないのって、京都の中心にあります六角堂に、をなぜ選ばれたんでしょうねということですね。池坊センターとかね、池坊短大とか言ってね、そういったところがあるようなところですね。京都の繁華街、まあ、四条河原町とか祇園とかそんなところとは違いますけども、まあ、京都の中心地ですよね。そういったところにどうして行かれるのでしょうね。なぜ聖徳太子なのか、なぜ六角堂なのかということを、まあ、学ばせていただこうと、今回はその学びということから始めていきます。六角堂参籠というような、六角堂参籠という込み出しがついてきているところから読み始めていきます。ご存知のように、ここは今お花の池坊の家元になっています。池坊という名前は長保寺の塔頭の一つ、池坊が中心になっているからですってね。塔頭寺院言って、まあ、あんな説明せんでもいいかもしれませんけど、まあね、京都のさまざまなお寺に行ったら、メインのお寺があって、そのメインのお寺を取り囲むようにして、さまざまな役割を持った塔頭寺院があるわけです。で、そのご存知のようは、ように今、お花の池坊の家元になっています。池坊です。池坊やからね。つまり、池の近くにあるお寺、塔頭寺院やから池坊です。池坊という名前は、長保寺の塔頭の一つであって、その塔頭、小さい寺が一つ一つ役割を持ってて、長保寺のお花を、お供えする。献花といいますか、本堂のお花をですね、お供えする役割を持っている塔頭が池坊だったんで、そこからやっぱり池坊が、お花の家元になっていく、なっていってるっていうことですね。で、まあどちらかというと、だからそっちの方が有名になってますよねっていうことです。でそれからですね、そしたら六角堂の方はどうよって。六角堂もまた、長保寺、この並びの中に入ってるわけだが、六角堂は聖徳太子がお建てになったと言われるお堂です。当時聖徳太子は、鎌倉時代ね、当時聖徳太子は実は阿弥陀様の慈悲の徳を表した観世音菩薩の化身であるという信仰がありました。これを聖徳太子信仰と呼ぶのですが、そういう信仰が平安時代からずっと伝わってきていたのです。で、親鸞聖人も聖徳太子は観音様の化身であるという信仰を持っていらっしゃいましたと。この六角堂は観音様を本尊とし、聖徳太子によって建てられたお寺です。しかもここは修行者に対して、その修行の行方を指示する夢のお告げ、霊刻と言って読みそうなもんだけれども、これ霊刻言うと書いてありませんね。すいません、ちょっと普通の、これはね、この眼鏡ね、度が入ってない眼鏡なんさ。ほな、お前それ、伊達眼鏡しとるんけ、伊達眼鏡でもないさ。網膜剥離になった後に、UV カットとかね、ブルーライトカットする、こういうもんしとかんだら、振動でしゃあないんで。まあ、それはともかくとして、まあ、今、度かかってる方でいきますからね。霊刻言うて普通に読みそうなものなんだから、これは霊語っていうふうに読むものだそうです。
冷酷の霊いうのは、霊言新たかなっていうような時の霊ですね。祖霊信仰とかね、そういう、そういう霊ってから、まあ、それでわかるね。祖霊信仰とか、そういった祖霊信仰の霊やし、まあまあ大丈夫やな。で、号いう字が、普通やったら告げるいう字やからね、報告するとかいう時のね、告げるいう字やから、冷酷言って呼んでしまいそうになるんですけども、これ冷酷やないよと、冷号だよって、僕もずっと冷酷言って呼んでいたんですけど、これね、冷号らしいんですわ。霊というのはスピリチュアルなもののお告げ、あるいは聖徳太子の霊魂のお告げというような、そんな感じでいいと思いますけども、聖徳太子の夢のお告げというのを、これを霊告、ここでは聖徳太子の夢のお告げなんですけども、これを霊告と言わずに霊号と呼んでくださいということですね。その修行者の修行の行方を指示する。あんたそっちに行きなはれ。これは修行者はよろしおそう言って、聖徳太子が夢の中にお告げ、夢の中でお告げをしてくださる、そういうインスピレーションを与えてくれはる。霊号を与えてくれる。霊験新たかなお寺として有名でした。当時の聖たちが非常に信仰したお堂なのですということですね。これで大体、なんで聖徳太子か、なんで六角堂かいうようなことが見えてきたかなと思いますね。まず聖徳太子は阿弥陀さんの慈悲の徳を表した観世音菩薩の化身ですよという、そういう信仰があって。で、そういう聖徳太子信仰ってね、実はこの滋賀県の湖東とかね、湖南もそうかな、まあ湖東なんかはめちゃくちゃに聖徳太子信仰が山ほどありまして、で、まあ言うたら、それを聖徳太子の1200回忌やったっけ、いや、千何百回忌や、ちょっと待ってくれ、1500回忌かな、1400回忌か。1400回か、1回か。で、大々的にですね、小倉さん言って、東近江市の市長さんが、音頭取ってね、聖徳太子フェアみたいなことやらはったんです。で、この近くにね、聖徳太子が創建とかいうようなね、伝説を持ってるって山ほどありますんで、こういう信仰が広く行われていたいうことのね、一つの、まあ、典型みたいなのが滋賀県や 滋賀県のこの辺や。で、そういった聖徳太子信仰がずっとずっと伝わってきていて、親鸞聖人も、聖徳太子は観音さんの化身であるという信仰を持っていらっしゃいましたいうことやから、五和さん山ほど作ってありますよね。山ほどかどうかは、その人の。考え方によるでしょうけど、まあ、聖徳太子の五和さん作ってはりますよね。で、さて、で、聖徳太子はそういうことであると。じゃあ六角堂は言うてると言ったら、六角堂は観音様を本尊とし、聖徳太子によって建てられたお寺です。で、だから聖徳太子が建てはった、そういう信仰の対象であった聖徳太子が建てはったのが六角堂であると。で、その六角堂というのはですね、修行者に対してその修行の行方を指示する、これから自分が仏道をどう修行していったらいいのでしょうねと言った時に、その方向を指示する夢のお告げ、霊号を与えてくれる霊験新たかな寺として有名だった。したがって当時の聖たちが非常に信仰したお堂であったということです。ね、当時の聖たちが、国家公務員のお坊さんやめはった聖が非常に信仰したお堂なのです。で、親鸞聖人は法然上人のところに行くべきかどうかを決断するためにこのお堂にこもられます。
だから、絵心二光文書では、山を出でて六角堂に百日こもらせたまいて、五世を祈らせたまいけるに、というふうに出てくるわけです。百日間このお堂にこもり、聖徳太子の御師事を得ようとしたのですね。本当に法然上人のところ行ったらええんですかね、というふうに、こう指示を得ようとしたのです。で、聖徳太子は574年から622年の方ですから、親鸞聖人のこの時代からざっと600年の方です。600年前の方です。日本の国で初めて仏法を味わい、日本の国に初めて大乗仏教を取り入れた和国の教主、日本の教主と言われる方です。迷った時には根源に帰り、そこからもう一度出直すというのが修行者の取るべき態度なのですが、親鸞聖人はそれをされたのです。聖徳太子に自分の行方を指示してもらおうと六角堂にこもるわけです。聖徳太子が建てられ、その本寺だと言われる観音様が本尊である六角堂にこもったのです。で、百日と日限を決めて、その間どんなことがあってもやり続けるというのが叡山の修行の常でして、百日いう日を限って、その間に何としてもやり遂げるというのが叡山の修行の常でして、で、この辺り親鸞聖人が叡山の常行堂の道祖であったということがよくわかりますと言うてはりますですね。で、そしたら観音さん夢で現れてくれはったということなので。これを読んだらいいのかな。読んでいってもいいんやけど、ちょびっと余計なことを言わせてもらうと、あとずっと後で三部経専部独受ということが出てまいります。衆生利益のためにということで、祈祷というような意味があるような形で、こう飢饉にあえいでいる人たちの恋によったものなのかよくわからないですけど、はっきりと絶対こうやとは言えないですけど、そういう衆生利益のためにというように真珠さんが言うてはるような形で三部経専会独自をしていこうとされます。で、三部経専会独自をしていこう言うて言ったらね、実際やってトライしはった人があるらしいんですよ。声でんようになる話やし、で、一日にね、なんぼ頑張ってもよっぽど早う読んでも10回がリミットやいう話なんですわ。声出るか出んかいうことはともかくとして、1日10回が、睡眠時間削りたくって、極限まで努力して1日10遍お勤めするのが限界らしいんです。で、でもそんな限界に挑戦せんだら霊験新たかなことにならないと思いますから、そしたらですね、100日、ここで100日と決めて、で、その間にどんなことがあってもやり続けるというのが叡山の修行の常やから、この辺りが親鸞聖人が叡山の常行堂の道祖だったということがよくわかるいうことになるんやけど、そしたらですね、三部経専会をもう持った時に、ここでやっぱ100日という期限を決めてやり続けるっていうことがこう出てきて、で、10回がリミット限界、どう頑張っても人間三部経専会、1日10回以上は独就できませんよっていうことやから、そしたらここで計算が立ちますよね。これと同じように100日間と決めて、三部経を1日10回やったら 10×100 やったら1000ですやんか。そういったことが一つ関係してるのかなということを、若林さんや若林誠さんのお話終わった後にね、聞きに行った若林さんに聞いたことあるんです。そんなことも考えられますな、言うてやる話になるんですけど、そんなことも考えられるかなと思います。そんなわけで、この親鸞聖人は、六角堂に、100日こもって、で、こう夢のお告げもらおうとしたんです。
で、どうなったのかいうことですけれども、観音様の無国という小さい込み出しがついているところを読んでいきましょう。その95日目の暁、95日目の暁、つまり明け方ですけれども、午前4時ぐらいでしょうか。で、この観音様の夢のお告げを受けるわけなのです。衛進尼文書には、九十五日の暁、聖徳太子の門を結びて、次元に預からせ、たまいて、そうらいければとあります。衛進尼文書の、殿の号上、なかなか初めて、申すに及ばず候でね、ど初発のところね、その衛進尼文書の第一通には、九十五日の暁、聖徳太子の門を結びて、次元に預からせ、たまいて、そうらいければとあります。そんなふうにあります。ただし、その無国の門は別紙に書かれていましたが、残念ながら失われています。しかし、その時の無国は、後に述べるように、親鸞無忌に記されている。行者宿法説如本、雅叙玉如神秘本、一生死権能荘厳、臨終引導生極楽という言葉だったと考えられています。で、これ漢文で読んだから何のこっちゃわからんと思いますので、これはどういうことかと言いますと、夢のお告げの中で、そなたが避けることのできない罪業の報いによって、もし戒律を破って妻をめとることがあるならば、私が玉如神となって、玉の女性の体となって、玉のような素晴らしい女性の体となって、そなたの妻になりましょう。そしてあなたの一生涯を美しく荘厳して、臨終にはあなたを浄土に送り届けましょう。これが私の誓願ですと観音様がおっしゃったというのですね。そして観音様はこのことをみんなに言って聞かせなさいと言われました。そこで夢の中でお堂から東の方を見ると、我が至る山脈があって、そこに幾千万とも知れない人がいる。その人々にこの観音様の夢のお告げを伝えたと思って、夢覚めおわんぬと書いてある有名な話でございます。この夢のお告げは、実は親鸞聖人から聞き書きをされたと考えられるものが残っているのです。親鸞聖人が涅槃経のメモを取っておられる、その裏側に今言った下文が書いてあるのです。親鸞聖人とそっくりの字ですが、聖人の皇帝であった神仏聖人の字であろうと言われています。親鸞聖人資料修正の中に写真版が出ています。そしてそれだけではなく、親鸞聖人が86歳の時に、50歳で亡くなった神仏聖人が親鸞聖人から聞いたと、あるいは経典などから大事な言葉を、ごめんなさい、間違えました。親鸞聖人が86歳の時に、50歳で亡くなった神仏聖人が親鸞聖人から聞いたこと、親鸞聖人から聞いたこと、あるいは経典などから大事な言葉を抜き書きした経釈門聞き書きという書物があります。その中に、親鸞無忌として今のことが詳しく書いてあるのです。これは神仏聖人の直筆で残っています。親鸞聖人がまだ生きている間に書きつけた文献の中に残っているわけです。ですから、これは非常に確かなことなのですということですね。だから86歳の時に50歳で亡くなった神仏聖人が、非常にきちんとした、形で残されているものがある。信憑性が高いものが残っている。つまり、親鸞聖人が86歳以前で、神仏さんが50歳以前に書き留めたものがあって、その中に、
今言った診断向きという下文が残っているということです。で、この下女ですね、玉のような女性になってあなたと添い遂げていきましょう。そしてあなたを極楽に迎え取っていきますよって言ってね、連れていきますよっていうね、この下の解釈ということはこれ非常に大きな問題になっていくわけです。これをどう取っていくのか、どう考えていくのかということは、なかなか、これからまたお話をしていくのにはあまりにも、時間がありませんから、もう今日はこれぐらいにしておきまして、でまた次回にですね、繰り述べさせてもらって、で、そしてこのインスピレーション下をいただかはった親鸞聖人がどうしはったんか、まあ、具体的には法然上人のところに行かはるわけですけども、それがどういったことであるのかということについてはまた次回お話をしたいと思います。今日の話はこれで終わります。